木曜日のこの時間がやってまいりました。はい、今日寒くない？めちゃくちゃ寒いですよね。昼間あったかかったのにね、うん、モリリなんか今日ふかふかなってたね、寒すぎて。でも寒すぎてカイロをね3つ貼ってる。どこに貼ってるの？ちなみに、ちなみにどことどこと背中に1枚背中に1枚足用で1、2足、あ、足の裏。はい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 、途中で貼った。途中で貼ったんだ。朝から貼っときましょうね。そんなホッカロだらけのアシスタントと一緒にですね、始まりましたこの秋葉ドット TV ステーションから生放送でお送りしております、情報バラエティショー、その名も ATS、うん、木曜日がやってまいりました。木曜日はですね、ちょっと賢いパソコンとスマホといろんな情報をお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでオープニングいきましょうか。タイトルコールはいきますよ。皆さんもう覚えてますか？はい、集まる、楽しむ、こんな感じ、せーの、 ATS。 ゆるゆる、はいはいはい。そういうわけで改めまして、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あれ、どうしたどうした？なんか寒いから元気ないの？どういうこと？頼むよ。ちょっと今日はもういよいよ、え、2月も最初の週か。あーですね、1ヶ月経ったね。ね、にゃんにゃんの日です。やだマリリンの好きなにゃんにゃんの日ですよ。今日はじゃあにゃんにゃんしていきましょうね。なんか私が言うと卑猥なんだけど、まあいいや。というわけで、私 MC のことの真央と申します。よろしくお願いします。イエーイ。じゃあ奥から、はい、みんなに愛をマリリンビーム、マリリンこと山岸マリです。マリリン、マリリン。そして、はい、アスニャンって呼ばれてます、鈴木アスカです。よろしくお願いします。お願いします。アスニャン、いいな、みんなそういう振り。あれ、なんか私普通に MC のとか言っちゃったけど、なんかつまんない私だけ。なんか考えを。まあこの番組はですね、木曜、水曜日、木曜日、金曜日の3日間10時から11時の間、公開生放送でお届けしております。でですね、毎週毎曜日内容が違っておりまして、この週はパソコンとかスマホの、ね、アプリを紹介したりとか、そういうちょっと賢いような内容やってますが、うん、いや、初心者向けの簡単な内容ですので、分かりやすくお届けしていきます。ぜひ今夜もよろしくお願いします。お願いします。で、ニコ生でも見れますし、うん、秋葉 .tv さんのホームページからも見れますので、ぜひぜひ秋葉 .tv で検索していただいて、ホームページからご覧ください。で、公開生放送は、2000円で見ることができます。前の番組から続いて見る方は前の番組2000円、うちの番組はなんと半額1000円で見ることができますので、ぜひぜひ遊びにいらしてくださいね。はいはい。あすに2回目どう？いや、緊張してます。しかもあれ真ん中だなみたいな。まあ今日3人だから ね、こういうこと多くなるよこれから。本当ですか？もうみんなすごい注目してる多分。いやー、どうしよう。いじめたにゃんにゃん、悪にゃんにゃん。ありがとうございます。メールが来ましたね。じゃあ皆さんの最初メールから読もうかな。マリリンお願いします。あ、はい、じゃあ最初のメールから、ことのさん、マリリン、ゲストの皆さん、おはようございます。おはようございます。ハンドルネームゆらりんです。おお、いつもありがとうございます。私は棚森松俊という別名で歌を歌ってますが、何、カラオケができるようなアプリはあるのでしょうか。おお、あれば次回ご紹介いただけたら嬉しいです。なるほどですね。ちなみに通販で買ったハンディカラオケは使わなくなりました。ありましたね、そういうの。ね、ちょっと欲しかったよね。ちょっとあのアイドルとかがやってる CM あってさ、あ、ありましたね。いいなと思ったんだけど、歌えないよね実際ね。そうですね。あ、でもそういうあのカラオケ用のアプリっていうのはあるんですよ実際。で、そうだな、ちょっと無料で撮れるのか有料取れるのかとかまで覚えてないんですけど、実際にカラオケアプリっていうのは存在します。なのでちょっと来週じゃあ紹介したいかなと思いますので、お楽しみに。はいはい、よかった、私知ってて、ちょっと知ったかぶってるけど大丈夫かな。みんなカラオケ行く人？行きます。お、カラオケ好きがいっぱい揃ってる、うんうん、この間ね、前回の放送で話してたんですけど、この ATS の木曜日メンバーでライブやろうかって話してた。あー、ありがとうございます。そうなんですよ、グー、ママリンがグー。そう、
結構歌が好きな人とか、まあ、アイドルやったりとかね、声優さんだったりするので、ちょっと活動内容でなんかね、イベントみたいな形でライブとかに出没したら面白いかなと思って、すごいなんかね、あの視聴者さんとかっていうか、ここに来てる方が興奮してくれて、ありがとうございます。なんかはにゃんにゃんハーハーしてますけど大丈夫ですかね。ぜひぜひ、あのまだ今すぐとかではないと思うんですけど、ぜひ楽しみにしてほしいんですね。すごいジュルって、よだれジュルですよ。お楽しみに。マリリン、もう一件ある？もう一つ、はいはい。コトノさん、マリリンさん、アスニャンさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。本日2月2日はツインテールの日だそうです。え、そうなの？わ、知ってくればよかった。皆さんはどんな髪型が好きですか？ハピさんからです。 ありがとうございます。え、ありがとうございます。ツインテールの日だったんだ、知らなかった。似合いそう2人。いやいや、似合いそう、似合いそう、にゃにゃにゃ。あ、こんな感じね。ツインテール、え、かわいいよね。マリリンのツインテールかわいいよね。これ前回見て興奮したんだよね。皆さん、みアップにしていただいてありがとうございます。そう、ツインテールなんだ。うん、いいな。そうなんだね、それ知らなかったわ。ちなみに皆さん、でマリリンはどんな感じが好き？髪型、髪型巻いてない？結構巻き髪が好きかも。下ろしてること多いよね。うん、巻き下ろしが一番好き。巻き下ろし、巻き下ろし、巻き下ろしみたいな。なんかなんか巻き下ろしみたいな。なんか気合い入ってくるんだけど、大丈夫かな。結構下ろせるのが一番。そうなんだね。だいたいそうだよね。ブログとかの写真もそうだし、遊ぶ時もなんかそういうのが多い感じはしますね。なんか頭にリボンかなんかしら乗せてみたい。確かについてる。柔道の技じゃない。ない、柔道の技じゃない。でもなんか巻き、あ、モリモリのね、写真集でモリモリマリリンとかもあるんですけど、でも私下ろしてるの可愛いから好きだけどね。うん、アスニャは？私はあんまりいじんないんですけど、うん、結構どうしてるんですか、見ない。なんかちょっとさ、なんかやんないよ。なんかね、そうなんですよね。あのライブとかだとツインテールしてるんですけど、燃える。普段は結構下ろしたままですね。いいな。マオニャンは？マオニャン、マオニャンね、マオニャン、なんでもなんだろうね。私ね、毎回朝分け目変える、前髪を。あ、昨日はこっち、今日はこっちみたいな。剥げないように。すげえ。同じ方ばっかさ、分けとくと良くないって言うじゃん。何それ。おっさんだよね、もう。そうなんだ。大事大事大事。そうなんだ。だからね、毎回前髪が日によって違う。あとは、ちょっと頑張ろうと思ったら巻きます。うん、なんかね、ポニーテールが似合うって言われるんですけど。ポニーテール見たことないかも。あれ本当？結構ね、ポニーテールしてって言われるんですけど。お、まあそのうちね、そのうちね、そのうちね。今ね、あのコメントで質問が来てるんですけど、カラオケのお箱ありますかって質問をね、武蔵さんからいただいてます。なんかある？得意かどうかわかんないけど、DM レボリューション。え、意外、意外やな。意外すぎるよ。男性、そう、なんかキーがちょうど、ああ、ね、確かに確かに、高野さん高いもんね。でもともと好きな、好きだったっていうのもあるし、なんか昔よくオーディションとかでも歌ってた。マリリンがオーディションで歌うんだ。歌ってた。イメージわかな。え、なんか こういう感じで歌うんですか。やっぱ扇風機持つんじゃん、こうやって。自分で何扇風機。グーグー。ないかな。そんなことないかな。いいですね。ちょっと前かがみでさ、それこそなんか巻き下ろしだよね。巻き下ろしからの扇風機だね。激しいマリリン。なんかマリリンと放送するたびに新しい面が見えてて面白いわ。多分視聴者さんも相当面白いと思いますよ。うん、え、アスニャンは？私はあの愛子さんがすごい大好きなので。似合いそう。もうほとんど全部歌います。へえ、はい、ほとんど全部、はい、やるね。一番好きな曲は？あー、難しい、難しい、選べないですよね。そうなんだ。え、初期の頃がいいとかさ、最近の方がとかないの？あ、でもなんか初期とか最近とかっていうよりは、なんかあのたまにジャズっぽい曲とかがあったりするんですよ。かっこいい感じとかもあるよね。はい、で、そういうのがすごい好きです。そうなんだ、ちょっと意外。いやいやいや、
でもなんか愛子って可愛い感じだから、うん、ね、可愛い恋してる感じだね。キャラに合ってる。いいね。ライブやった時に聴けるかもしれませんよ。お二人の曲ね。T.M. 聴きたいね。聴きたい聴きたい。ぜひ聴きたいね。これはやってほしいですよね。扇風機持ってきて。T.M. とかなんだろう、ルナシーとかも歌う。おお。意外と V.K. すごい。え、なんかかっこいい系ロックが大好きで。あ、そうなんだ。意外。うん、なんかほわっとしてそう、なんかニャンニャンって歌ってそうだよね、うん、意外に、うん、なんかマイク持つと性格変わるみたいな、なんか激しい曲歌いたいのすごい、そうこうやって歌うね、こう指だから、そうそう、こういう感じ牛乳みたいなじゃん違うか、違う、違うね、そうですね、うんうん、え、マウニャンは私なんだろう、最近はボカロが多いですけど、あ、いいな、ボカロでなんか例えば、うん、ピコさんが歌ってるぐらいの高音とかは平気で歌うようになった、わかんないでもね、わかるかな、わかります、わかる、うん、あんなんアルビノとかわかるでしょ、いないかな、え、わかる、ほんと恋は戦争とか、あー、わかる、なんか超ベターな、もう人からが趣味になっちゃって、一人でもなんか友達いない感じだよね、一人でカラオケ行ってもうジョイサウンドでみたいな、クロスでえ、でも一人で行きますよね、行くようになったね、私もなんか8時間9時間ぐらい一人でずっと歌い続けてるみたいな、え、待って8、9時間一人って結構きついよフリータイムで行ってずっと歌ってるみたいな、昼間昼間、夜中じゃなくて、夜中じゃなくてあるじゃん、夜通しねって、えー、ちょっと意外ですよ、皆さん、人からが未だにあんまり分かんなくて、一人でカラオケですね、あ、それが人からだった、そこからそこからだった、まあ、なんか衝撃、友達のアイドルの子もブログとかやったら人からに行ったとか書いた、なんかそういうカラオケ屋さんがあんのかなって違う、ね、なんか人から行きやすいのが人からっていうカラオケ屋さんなのかなって思ったでもね、一人で行きやすいあのお店とかはあるの、それぞれ個人的にやっぱね、人からするとこの店行きやすいみたいなのあるんだよね、うん、毎回同じ店員さんが気まずいんだよねこっち一方的に覚えてるまあそういうわけで、じゃ あのコメントたくさん来てるんで読みたいと思います。お、なんかニコ生にもいっぱいコメント来てますね、こっちニコ生の方は名前がちょっと分かんないんですけど、さっきのニャーに悪猫がとかね、ツッコミコトロンさん分け目変えても意味ないとか、ね、嘘、ハゲないよ、ハゲない今日の笑いや、もうちょっと頑張れ、頑張ります天然、ね、天然なん、何の天然、あー、マリリンでね天然、天然って言われてますよ。そして、番組のツイッター通しての方では、あ、てっぺさんこんばんは、スケッチブックさん、ハクさんこんばんは、あ、瀬尾さんいらっしゃいいらっしゃい、いらっしゃい、あれ、うん、てぺさんがオープニングの曲が遅かったねとか言って、スタッフ頑張ってください厳しい吉郎さん、吉則さんこんばんは、にゃんにゃんいいですね、アガルベスさんこんばんは、女子トークにぎやかで楽しそう、そうでしょ瀬尾さん瀬尾さんのところに呼んでくれたら行きますからね呼んでくださいね、オスタイドさんこんばんは、ヒヤーネオナオさんこんばんは、見てますよ、ありがとうございます、ありがとうございます。何唐揚げアプリ、カラオケ、何カラオケ、あ、打ち間違いですかね、カラオケ、いや、ちょっとね、多分ね、あのね、わざとだね、振りだね、わざとカラオケはい、ライブいいですね、行きたい、ライブ行きたいって人が結構いますね、おー、嬉しい、あ、今日はママにいますよ、ママに毎週いますね金沢さんこんばんは、もーちゃん、マリリン、アスカさん可愛いですね、そうですよ、いつもでーす巻き下ろしでマリリンの勝ち、スモーフにボンボンになったありがとうございます、やばい、めっちゃ来てる、20通来てる、すごいね、ね、星永さんこんばんは、チョイさんこんばんは、そして大武蔵さんも自分ブログやっています、タイトルは、あ、ハンバの剣道&逆ダイエット日記です、合ってる、読み方逆ダイエット、何ってことは痩せてるんですかね、行ってけみたいな、へー、行ってけ逆にやっちゃえみたいなアルカさんもボカロ歌おうぜ、いいよね、ボカロいいよねルカさんがだってルカさんだもんね、これね、ケーライノナノカケラさんこんばんは、こんばんは、コルネオネさんもこんばんは、お、吉典さんがロック系とか歌うのかなってマリリンに言ってますね、うん、大好きね、お、ボカロはドレミファロンドが好きだな、え、気になる、どんなんだろう、うーん、うん、こんばんは、初見です、ダークさんだ、いらっしゃい、クリマルさんこんばんは、お、ミクミクにしてやん、おっと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 
マルキューさん激しいのが好きとかやだーだってやだ今日はバスガイドの日、頭痛の日だそうです。なるほどね。にゃんにゃんしてからのツインテして、さらにバスガイドやりながら頭痛だよ散々だね。ツインテールのバスガイドが頭痛。ツインテールの猫耳のバスガイド。そこまで盛り込むね。何でも盛り込むね。もえマリリンに笑顔で投げられたいです。ありがとうございます。え、ガイドさん、私もパソコンの前でツインテールにしてます。本当かよ。そんなにあんのか。あれ山田さんが僕も髪型を五七五に分けたいんです。分けらんないだろう。どこここどうすんのここ何の12だ12多分 V なのかなこれでさこんななんじゃないこの M のこここれこれあ V だよちょうどいいちょうどいいちょうどいいですね。えめっちゃコメント来てるありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃそろそろね本題に行こうかなと思います。あ、番組ではメールをお待ちしていますがメールアドレスはボンボンさん振ってくれてありがとう。ね、あの info at akiwa.tv です。きっと合ってる。合ってます。 OK 覚えた。あの静かな拍手ありがとうございます。大丈夫です大丈夫です。なるほどね。そうね、人からは7時間すると最後の虚しさだけが残る。ママリンは何歌うのかな。ママリン何歌うの。TM レボリューション。え、私も TM? 二人扇風機じゃないですか。ダブルやば、左右対称ですね。エジプトもびっくりですね。まあいいや。じゃあ、ちゃんと滑ったところで最初のコーナー遅れましたが、行きましょうか。今日はスマホアプリ紹介のコーナーですが、Android をご紹介します。イェイイェイ。 Android 携帯持ってる人しーん、そうなんです。あ、ちょっといた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 。全然私わかんない。私アンドロイドわかんない。だから今日はアスニャに頼むよ。任せた。まあ私もわかんないんですけどね。結構ね、あの30分前に無茶振りしたんですけど、ぶっちゃけ、ぶっちゃけね。いけるかな。今日はちょっと便利系のツールを紹介したいと思います。前回が遊びだったのね。はい。バレないように。あ、つなげてあげる。ロック解除できない。大丈夫かな。ロック解除できないよ。やり直してくださいになってるよ。大丈夫、大丈夫。緊急通報しちゃダメだよ。危ない、できた、危ない、できた、よかった、できた。じゃあ、あの最初のアプリは何ですか。食材管理というアプリです。食材管理、どんな、どんな。なんかね、冷蔵庫のマークなんですよ。ほう、かわいい冷蔵庫ちゃん、ちゃん、女の子かな。冷蔵庫ちゃんにゃんにゃん、冷蔵庫ちゃんにゃんにゃん。これです。アンドロイド来た。ハプさんアンドロイドかな。ペッペさんが今外に出れば TM レボリューション体験ができます。確かに。ちょっとネクタイ持ってくるわ。ムサフさんもアンドロイドギャラクシー持ってる。いいなぁ。おー、本当ね、ママリン若いな、曲のチョイスだって。さて、どんなですか。さて、こうやってなんかいろいろね、うん、あるんですよ、うんうんうん、これはなんかあの冷蔵庫の中身を管理するアプリ。例えばあれかな、なんかさ、扉を開け閉めで電気代食うっていうじゃん、うん、だからあんまり開けないで賞味期限とかの冷蔵庫の外にメモ書いて果てたやつをスマホでできるってやつ。うん、そうです。おお、便利です。これはさりげなく琴野が家庭的ってのをアピールしたんだけど、どうかな。おお、どうかな。素晴らしい。で、どんな感じでやるの。でね、これね、多分、うん、あんまり登録を今ねしてないんですよね。そうだね、さっきちゃんとやったからね。そうなんですよ。だからどうしようかな。あれだよね、あの中に入ってる食材を登録できるんだよね。そうなんですよ、うん、登録登録。これ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 、さっきやった。これえ、な、おお出た。おお、どれだ、これか。ん、あれ、これ、ん、あ、これ、え、うまく操作ができない子。かなの方がいいのかな。あれ、うん、これあれですか、パソコンうちで大丈夫なんですか。え、じゃあ何入れましょう。例えば卵とか入れたじゃない。卵、牛乳とか。卵、カタカナなんだね。立派な卵だね。え、次へ。在庫数、まあ、大体10個入ってるから10個じゃない。数字、10個8個10個10個、ん、8個、あ、6個と4個と10個ない。細かく、ありがとう。家庭的やね、マリに。10個にしよう。工藤さん登場、今日は黒です。ケッペさん期限ありがとうございます。
お、期限も選べる。いつにしよう。いつにしようっていうかあれよね、あの書いてあるやつね。そうなんです。自分であれよ、勝手になんか今日は 10まで持つからみたいな。ダメだよそういう感じ。いや、じゃあ10で新しいよ。カテゴリー、カテゴリーがある。これいいね、いいね。お、あ、乳製品。ん、乳製品。卵って乳製品。卵ってそのままにそうじゃない。あ、上にあるテンパってあのアスニア意外とテンパってます今日。わちゃわちゃしてますね、アスカさんって。冷凍庫、冷蔵庫、野菜室、その他。パニックになるアプリを紹介中です。冷蔵庫です。はい。はい、保存。できた。できた。で食材見てみると、登録さんが出てると。ある。ちゃんと期限が出てます。で、一覧で見れるんだよね。で結構私は、ね、うん、今一人暮らしてるんですけど、やっぱね、最初の頃はね、最初の頃は冷蔵庫の外に紙貼って、なんか牛乳何日までとか卵何日までとか書いてた。おー、いちいちなんか賞味期限見るために開けて出すのめんどくさいから一覧で書いて、うん、あ、これ使わなきゃってやってたけど今は全然ですけどね。全然ですけどね。うーん、お、卵は2週間ぐらい持つよって。マルキューさん詳しいな、あなた家庭的よね。そうなんだ。お買い物リストも作れるんですねこれ。お、いいね。何買おうかなってのを決めながらね、そのまま突っ込めるわけだね。うん、うんうんうん。はい、画像はとりあえずこんな感じかな。はい、はい、カメラさんありがとうございます。ありがとうございます。けむりさんが、あれ、ちゃんと管理してたはずなのに冷蔵庫に4つ入れてた赤ぷよがなくなってる。どういうこと。何入れてたの。違うでしょ。あ、出先の買い物にも便利。そうですね、間違いない。うんうん、おー、なんか新潟は吹雪いてるから TM レボリューションになるらしい。吹雪いてていいんですか。と教えてくれてます。僕もカップ麺にお湯を注いでくれるような女性と出会いたいです。山田さん大丈夫。大丈夫、寂しい感じだけど大丈夫。ね、全然お湯ぐらいなら注ぐよ。おー、やったー。嫁にしてくれ。嫁に来ないか。世代がしれっとね。すごい、なんで知ってるの。あの前の番組の子がメイドさんだったんだけど、私が来た瞬間にもうなんかいい匂いがする、くんかくんかってずっと言ってたから、みんなにおっさんかって。おっさんって言われてた。完全に言われてたね。言われてました。そういう人なんです私。古い。そうでしょ。そうなんですよ。お宮城も大雪です。大変ですね皆さん。あら、東京はね曇り、え、晴れてた、晴れてた、昼間は晴れてた、ね、天気ですよ。残念ながら。ごめんなさいね。残念ながら。じゃあ次のアプリ行きましょうか。はい、戻れるようになったね。お。おって、ちょっとこっちに集中しすぎて今入ってなかった。どうぞ。じゃあまたカメラさんお願いしていいですか。次のアプリは何ですか。トレインタイマーです。お、何トレインタイマー。これアイコンが時刻表ってなってます。ほうほう、ね、これまたなんかちょっとね可愛いのがいるんですよ。アイコンね、アイコンデザインね。キュンキュンするデザインだね。これね今ちょっともう登録してあるんですけど、なんかわかんないけどカウントダウン始まってる。大丈夫。そうなんですよこれね、うん、今、まあ、ここからの最寄り駅、最寄り駅ね、もろの淡路町のから出る電車、これね今池袋方面に設定されてるんですけど、はいはい、うんうん、これが一番今の時間、今、え、今かかってる時間、一番早く乗れる時間、それですねマリリン。ありがとうが、あとねもう4分ちょいっていうことで、走らなきゃ、まあ、走れば間に合 う, でも走れば間に合うんですよ。ちなみにこのスタジオ、うん、近いんですよね。全然いける。うん。なるほどね。カウントダウンしてもいいんだね。またね、この後の時間にしたいときは、うんうん、まあ、例えばこの番組が終わってから帰るとかなったら、ね、23時8分とかにしてみると、うん、こうやって43分。あ、すごいね。あと43分ですって出るんですよ。乗り換えの時間とかにね、考えられなくて、なんかあとさ、P して、あ、切符買わなきゃいけなかったとかさ、あるときにこれで確認できるから便利だよね。そうなんですよ。という便利アプリ。そのタイマーいいね。うん、うん、そうなんですよ。うんうん。非常に役立ちますっていうね。やっぱりナイスフォローだって。ありがとうございます。時刻表これいいですよね。うん、落ち着いて落ち着いてだって。
なんか乗り換え案内とかよく使うけど、うん、それまで何分かっていうのは、そうだよね、新しいですよね、うん、乗り換えに何分間とか出るけど、こんなカウントダウンはされないもんね、うん、これはいいね。マリリンフォローナイスできる子だ、だありがとうございます。頑張れアスニャン。頑張る。アスニャンのあれだ、天然さんだから緊張してるんですよ。そんなことないですよ。いいでしょ。緊張はしてます。アスニャンがめっちゃ淡々と説明できるようになっても、なんか確かに嫌だね。テンパリぐらいの可愛いんだよね。可愛いなって思う。じゃあ次のアプリいきますかな。よし、はい、これね、ネクタイ、ネクタイアプリ、うん、これはね、なんか結び方のアプリなんですよ。えこうやっていろいろね、うわっ、蝶ネクタイもある。今知ったみたいなの大丈夫だ、ごめんそれだから、知った体にして、知った体で、ほらこうやってね、いっぱいあるんですよ。蝶ネクタイもあった。これどうやってみんの、これ、これを例えば蝶ネクタイみたいじゃん、蝶ネクタイ、蝶ネクタイ、じゃあ蝶ネクタイ、あれ戻、お、これか、それそれ、蝶ネクタイどこだっけな、あ、あったあった、蝶ネクタイ、うん、まあ、すごいなんかさ、シワ寄った感じのさ、もう蝶ネクタイよ、え、始まったよ、なんかすごくない？そうなんですよ、これね、勝手に進んでくれるんです、動画が。おー、すごいくしゃくしゃして分かりづらいけど、おー、でも、って言うじゃないですか、うん、これね、セッティングってところで自動の秒数決められるの。そうなんですよね、だからゆっくり見ないと分かんない、今のじゃ早いよって思ったらこれで変えればいいんだよね、うん、さっきね知ったの、さっき知ったの、1秒にさっき知ったの、まあ、出来上がってる。 TM アプリだすごいね、いつの間にか出来上がってる。蝶ネクタイってさ、普通のネクタイで作れて知らなかった、うん、え、これ普通のネクタイ使ってるんですか ね、うん、ね、だってうちら縁ないじゃん、蝶ネクタイに、うん、なんかもともと出来上がってるやつとかじゃない、ね、そうだよね、でも可愛いねこれ。これ頭に巻いたら可愛くない？え、それ酔っ払いの人だよ、イエーイみたいな。花見の時期の中にいる人でしょ、絶対。いいじゃん、これね、これなんか普通の結び方も何種類もあるんですよ。えー、うん、でね、見てみるとまたこうやって、うん、うちのね、結び方が、うんうん、そう、あるんですよ。あ、これ王道だね。うん、でもすごい巻いてんね、すごい巻いてんね、なんかいっぱい巻くの、ね、うん、何回もで出来上がりです。長かったりするもんね。うん、へー、これ動画がついてるの便利だよね。そうなんですよね、うん、で自分であの進んだり戻ったりもこうやってできるので、分かんなかったらもう一回みたいなね、ちょっと待ってくれみたいな時は、うんうんうん、こう一回ね止めてもいいので、うんうんうん、なるほどね、何度でもやり直しができます。これなんかあれじゃない、結構さ、男の人でも一個しか知らないからさ、うん、意外といろんな結び方ができるってところでおしゃれ上手になれるね。そうですね、いいね、モテアプリですよ皆さん。モテアプリ、モテアプリ。はい、カメラさんありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね、なるほどね、マリリンも、うん、あ、いいよ、ね、うん、高校の時ネクタイでもリボンでもよかったの。あ、そうなんだ。だから自分でこう結んでた。もっと早く知りたかった。そんなにあの頃はそんなにね、スマホがないですからね。そうだね、でもこんなにあることも知らないもんね。そうですね、うん、なかなか。え、マリリンでもなんかリボンのイメージだけど、リボンもでもいいし、うん、でも学校の指定のやつでもいいしみたいな、うん、指定のやつはネクタイでもリボンでもどっちでもいい。へー、あ、でも私もそうだった、ネクタイが指定だけどリボンつけてる子がいっぱいいましたね。マスニャンはセーラーでしょ。いや、決めつけられた。勝手にマスニャンセーラーでしょ。セーラー経験ないんですよね。ないんだ。一回もないんですよ。似合いそうなのに、ね、ちょっと憧れますよね、うん、着せたい、セーラー、セーラーを着せたい。願望、マスニャンもセーラーを着たい。手が、にゃー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 。そう、ネクタイってこんなにいろいろ結び方があるんですよ。うん、あのネクタイの結び目素敵なんて思う女子いるのって清陽さん、うん、でもこんなにあること知らないから、確かにあれですけど、うん、でも毎日会うオフィスのね、なんか同僚とか先輩とかがちょっと違ったりとかしたら、うん、なんか雰囲気あるみたいになるよね、きっとね、うん、好きだったらね、ね、そして脱がせない、こらこらこら、読んじゃったよ、読んじゃった。あと今スタジオにネクタイの人いるじゃないですか。あ、本当だ、マリリンも今右手渡してた。あ、じゃあできるよ、できるよ、ね、できる。ゾウさんのネクタイ、ゾウさんのネクタイ、タイシルク、タイシルク、何それ、高価すぎてよくわかんない。タイのシルク、タイのシルク、本当だ、略したら大するだけどね。
安すぎみえ、トトルさんはネクタイをおでこに結ぶんですよ。そうですよ、わかります、そうですよ。頭に巻く巻き方はアプリないね。でも蝶ネクタイの形は巻きたいね。うん、あれはちょっとありだよね。でもあれでライブやったら聞かれるんだろうな。え、なんかそれで一生瓶持ってほしいな。あんたらお土産袋とさ、一生瓶でさ、うーよっこーみたいな、手でばーみたいな、変なノリになるから困る困る。アラードさんが、あ、カメラマンさんチーズって挨拶する。挨拶しますね。あ、未だにネクタイ結べないので便利ですねって武蔵さんは。うん、そうだね。え、コナン君バージョンはないと思うよ。え、コナン君超ネクタイじゃない？え、超ネクタイ。じゃあさっきのやつなの？すごい朝大変だね、コナン君。あ、でもなんか声変わる。あ、そうだ。そうそう、なんかなんかちょっとトビーみたいなノリでしょ。声変わるあれ。声変わるあれですね。中尾明さんのネジネジはありません。ありません。あ、これ女の子がこのアプリ知っとくと彼氏に結んであげられます。おー、いい奥さんになれるね、うちら。そうですね。少なくともここにいる女性はみんないい奥さんになります。なります。お任せください。トラブルはバッチリですよ。朝のトラブルはバッチリですよ。おっと、うんと、横くずまじまさん間に合った、いらっしゃいませ。うん。お雪の皆さんに雪かきアプリを紹介してあげてください。そんなのあるんですかね。あったらいいね。あんのかな。探してみたいと思います。そのうちね。声変わるあれってとか言われて、酔っ払い専用アプリってとか、いろいろ突っ込みてますね。ことのない今日調子いいですね、本当。そうか、アスニャンが可愛くて死にそうです。そうでしょ。なんだって、そんな私が死んじゃうよ。ちょっと可愛いって言われて死んじゃうとか言って、可愛すぎる。重ね萌え、にゃー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 、興奮にゃーにゃー。ダメだ、今日にゃんにゃーの日がなんか違うにゃんにゃーになってるから危ないね。危ない危ない。はい、というわけでアスニャン、ありがとう、紹介ありがとうございました。緊張したね。緊張した、すごい。あの2週後にまた、あと2週後にまたやってもらうんでよろしくお願いします。頑張ります。お、なんか来たよ。じゃあメールをマリリンまた読んでもらっていい？はい。なんですって？はじめまして、うん、こんばんち。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 面白アプリケーションといえば妄想電話ですね。はい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 。簡単にできますし、電話に出ると好きなタイプの人から電話がかかってきて恋人気分を味わえるというアプリです。そうなんですよ、そうなんですよ。最近は芸能人もあって、ガクトさんのアプリもあります。あるんですよ、あるんですよ、はい、ペンネームハンマさんからです。ありがとうございます。さっきのあれだね、あれ武蔵さんかな、うん、ね、ありがとうございます。私の妄想電話確か iPhone に入ってるんですけど、あのね、何人もランダムに出てくる。あ、そうなんだ。知ってる？なんか友達の借りて。あ、ほんと？やったことある？なんかテレビで前大好きなももちが紹介してて、うん、おー、そこでね、気になったのね。気になって。そう、あれ結構テレビでも紹介されてるんですけど、妄想電話はね、あ、でも iPhone だけなのかな、あれって。Android は、あったかも。お、調べてた中にありますよね。うん、ありますあります。あるんですけど、結構いろんな人がランダムに、例えば、なんだろう、今何してんのとか、うん、こんなことあってさ、とか。仕事どうとか、なんかそういう会話、うまいなんか会話をしてくれて、でそのこっちがなんか何返してもなんかうまい感じでやってくれて、うんうん、でそれでまあこの人いいみたいな時々来て、もうやばいやばいみたいな、もう逆の人聞きたいみたいな、ね、なるんだよ。帰ったらやろう。そう、だから有名人でガクトさんも最近やってるらしくて、でもそのガクトさんなんかファンの子が聞くためにすごい何百回もかけてなんか1日1回やっと出るみたいな。ランダムなんだ。ランダム絶対出るわけじゃない。あ、一応選べるんだっけ。なんか気に入った人がいたらストックできるんじゃないのかな。あ、そうなんだ。最近わかんない、聞いた話だから。皆さんどうですか、バージョンアップ。わかんない、どうだろう。誰かコソムにお酒を。大丈夫大丈夫、今日は大丈夫、後で飲むから飲むんだ。ジークジオンって言われないと思うよ、多分ね。さすがになんかでもちょっとかっこいい感じのこと言ってくれるんでしょうね。そう、ボットみたいな。うん、なんかランダムだったかな。一応あれ A さん B さん C さんとかあったかな、ちょっとそこまで覚えてないんですけど。なんか名前が出たよ、ちゃんと。なんだっけ、あるんだっけ、なんとかちゃん、なんとかくんとかあるんだっけ。ちゃんとした人の名前が出た。ちゃんとした人の名前ね。妄想電話テクニックの採点もあります。なるほどね。ちょっとぜひあのやったことがない人は、これも確か無料なのでぜひダウンロードしてみてくださいね。でははい、
例のでんおただでホームページを作ろうのコーナー、イエーイ。これあの木曜日独自の恒例となってます。一緒にみんなでホームページを一から無料で作っていこうじゃないかというコーナーなんですけど、うん、もうこれマリリンとママリンが作ってくれたデザインが、これはですね前回ちょっと進んでこれを絵にしたやつがあるんですけど、これにさらに背景をつけたんですよ。うん、で背景の絵と出ます？お願いします。ニューンとニューンと出ました。出た、出てます。なんか興奮したら脳がおかしかった。私も嘘はい、あ出てますね。ね、見えますかね皆さん、あの背景をつけたんです前回の後に。でこの背景も同じく前回紹介したように無料素材から検索してなんかいるでしょなんかいるでしょ、面白いでしょ皆さん見えないか。皆さんあれよね、この会場の人が見えないんですよね、ごめんなさいね。後でちょっとお見せしたいんですけど、そうそう、あの私がちょっと私をあの画像透過処理っていうのをやるんですけど、透過処理っていうのをやって、でちょっと木に引っ掛けて引っ掛けてやったやつなんですけど、で背景はあのこれはだいたい大きさでいうと半分ぐらいのやつなんですけど、これを複製してまあ、連続して表示させるっていうことができるんですよ、タグとか使うとね。あと、うん、教える話なんですけど、それをやることによってこんな感じちょっと空の映像にしてって感じかな。それでこれでここに、まあ、マリリンとかママリンとかアスニャンとかが表示されるっていう感じになっております。はい、表示ありがとうございます。おー、いい感じ、本当ありがとうございます。はい、なんかすごい、ありがとう。略してただほーただほー、確かに確かに。そう、こういうね、マリリンとママリンと、ん、ま、マリリンとママリンとママリンのママリンのコーナー来た。わかんない、ややこしい、ややこしい。難しいあ、そう、あの夜中に私がねツイッターであの透過処理が難しいってつぶやいたのはこれのことです。あの私のね髪の毛とかの透過処理がすごい難しいんですよ。要は巻き髪してる子とかはちょっと隙間が出るから、ここの透過処理とか結構難しくて、でも最近のあの私がよくってか最近あんま使ってないんですけど、ギンプとかなんかいろいろ透過処理簡単なのがあって、なんか投げ縄ツールとかいろいろあるんですけど、ペッてやると自動的にその同じ色のやつを全部さって削除してくれたりするんですよ。でも問題点はね、これは白い服私が上着てたので、白い背景と透過されちゃって、なんかこう全部なくなるの、生首と下半分みたいな、怖い怖い怖い、うまく消せなくて、これがねすごい大変だったんですよ。着々と進んでるでしょ、頑張ったのよ。すごい、左から2番目のリンゴを落とすことの直撃やめてよ、まあ、こういうのがでもそういう、ね、あのアニメーションもできたらいいんですけど、まあしばらくはできないかな。とりあえずはねまだそんなに技術がないので、皆さんと一緒にあの一緒にやっていこうねっていう感じなので、うん、うんうん。自分もブログで4つ分の動画をアップしてるのですが、共有することはできるのですが、2つ共有したのですがどうしたらいいですか。え、できるんじゃないのかな。あの共有するっていうやつのリンクタグを2つ貼ったらできるはずですよ、うん、私はできたはず、うん、できるできる、多分やり方は分かんないのかな。でも共有アメーバってやって、そこからタグ2つ取ればできますね。私もこの間そのこの ATS の番組の内容の復習のブログの記事を書いてるんですよ、過去2回だけなんですけど、まだね。でそれであの YouTube でこれ皆さん見れるんですよ、過去放送、うん、でも先週のはまだ上がってなかったですよね。ですよね、そう、上がってなかったんで作ってないんですけど、大丈夫です大丈夫です。なんでまあそのやつがブログから、パソコンから見てる人だけですけど、ブログから見れて、かつどんな内容をやったかとか、どんなアプリ紹介したかっていうのを後であのこのホームページに載せるために記録して残してるんですけど、うん、それ貼る時もね結構簡単にできるので、まああの分かんなかったら聞いてくださいその辺は勉強した。ちょっと設定がいろいろあったんですよね。根っこが背景のクイとの位置関係、あ、そうね、そうなんだよね。でもね背景だからね、とりあえずはなんか全面青にしてみたの、空のとか、うん、そしたら浮いちゃうんだよね、うん、だからだったらこれはもともともらい物なんですけど、うんうん、例えば完全に2色とかがいいのかな、下がなんか茶色とか緑とかにして、で途中から全く完全に青にしてっていうシンプルな2色とかにしたら位置関係とかないのかな。これはなんかね、まあでも色的には悪くないと思うんですけどね、どうかね。確かに。マリリンどう思う？
色的には悪くないよね、うん、でも確かにこの柵の位置はちょっと変なんですけど、うん、でもなんかシンプル2色の人つまんないんだよね。確かにそうなの、そこが難しいんですよ。まあいろいろちょっとやってみますけどねみんながあの透過処理の透過リンゴ透過ですねとか言うんですうまいこと、誰がうまいこと言うの一面青にすると浮いてしまう、そんなあなたにグラデーションの空。ああなるほどね、あなるほど、緑から青かな、茶色から青だと微妙だよね多分配色的に。木のところが茶色だとちょっと地味になっちゃうしね。グラデーションかちょっと考えてみよう、うん、そうかそうか、結構そういう素材は簡単にできるんですよ。縦長のやつとか作ってグラデーションにして、これをあの背景に貼り付けるタグがあるんですけど、それ貼り付けて横に連続とかやることができるので、うんうん、それにすれば問題なくできると思います。なるほどねなるほどね、こんな感じか。で一応背景どうしようかな、あのよいしょ、わかりづらいわかりづらい、んバタバタしてバタバタしてる周りがバタバタしてるでこれホームページのあのなんていうのかな、これを早速貼り付けてやってみることはできるんですけど、うん、でもこれ貼り付けただけだと何にもなんないし、まだメニューとかもできてないじゃん、うん、でどうしようかなと思ってよくよく考えたら、次のさページとか全然デザインしてなかったじゃん、うん、なんでちょっとねちょっとそしたらカメラさんに来てもらおうかな。これねどんな風にページの構成を作るかっていうのをイメージ図で作ってるんですけど、見れるかな、見えてます？これね、これトップね、まあ、これあの今オープンオフィスっていう無料のあのマイクロソフトオフィスみたいなやつなんですけど、それオープンオフィスのパワポのバージョンのやつを開いてそこに貼り付けてるんですけど、まあ、トップがこんなイメージじゃないですか、なんとなくねこんなイメージだとして、うん、例えばこの辺クリックするとピッていって出演者紹介みたいな、でこれはあのあくまでちょっとなんとなくで作ってみただけだからあれなんですけど、ここのねページのデザインとかどうしようかなと思ってる。で、まあ、これが1個じゃん、紹介者イメージ、うん、あとはこんな放送ですみたいな紹介のページも欲しいよね、うんうん、でここになんかこんな番組ですっていうのと過去放送が見れるみたいなページがいいのかなと思ってはいるんですけど、うんうん、一応なんか一番初回にマリリンとどんなページ構成にしようかって話し合った内容を振り返ると、うん、出演者紹介とか前回の放送、あとは写真を載せたりとか、うん、あとは BBS とかも欲しいねって話があったりとか、うんうん、あとうちらが変なことよく言うので新言集、新言集どっちかなとか、あとイベント告知とかもしてほしいとか、うん、リンクをねいろいろ貼ってほしいっていうのがあったので、一応この7つ項目はあるんですけど、そんなに作ってもあれなので、うん、とりあえず番組紹介と出演者紹介は絶対必要だと思うんですよ、うん、どんなんがいい、このデザイン。これさ難しいのがさ、このねトップ画面があるじゃない、このトップ画面からさここに飛んだ時に、例えばここクリックした時にこうなっちゃうと全然あの最初のホームページのイメージが出ないんだよね。それどうしようかなと思ってんの。背景のそのグラデーションのやつを統一させればちょっとはマシかもしれないんだけど、うんうんうん、なんかどうしたらいいと思う、このデザイン。ここのデザインで結構変わってくると思うんだよね。あオープンオフィス の URL ありがとう、キリマルさん。メインに使いたい画像を大型化、人物全体から顔だけ拡大、薄くぼかす、で背景使ってみたい。あーメインに使いたい画像が、例えば何、マリリンの顔アップにして背景とか。あーすごい神みたいになっちゃうけど大丈夫神様みたいな存在になりますからね。背景は意表をついてドット柄にしてみる、それもね考えたの、チェックとかにもしてみたんだけど、ちょっと浮くんですよねやっぱり。あやってみたんだけどね。フリーの写真素材を使う手もあるね。そうだねそうだね、うん、それも考えたの。でもなんか写真だと逆にちょっとこっちがなんか二次元だから難しいんですよね。その写真だとなおさらその地面と空のねなんか合間みたいなやつが表示がされにくいからなお難しいという、うん、どうしようかここで。まあ一応今回とか 2,3 月いっぱいのゲストのメンバーを載せてるわけなんですけど、うんうん、ここに使う、まあ、みんなの写真素材をもらいつつページの構成をしたいんですけど、うん、マリリンちょっとなんかいい案ない？そこのデザインってこと？
統一感がさないじゃんこのままだと、うん、まあ、これは本当に簡単にやっただけだから、うん、全然このデザインじゃなくていいんだけど、この、うんうん、今シンプルすぎるから、うん、なんかもうちょっと枠をつけるとか、うん、なんか白いところに名前と四角い写真みたいな感じだから、うんうん、もっとポップな感じにはしたい。色味とかを統一させればいい感じかな。うん、これはなんか最小限の情報が今載せてあるだけだから難しいんだけど、そのさ最初のこのトップからさ統一感のあるページにしないとさいまいちじゃない？そこどうしようかなって思ってたの。なんか欲を言えばこうマウスをその写真のところに、なんていうの、動かしたら全身の写真に変わったりとかする。ああ、それは全然できる。やりたい、うんうん。はい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 。そうだね、うん。そうね。写真はいっぱい載せられないからね。1枚ずつにしてマウスオンでできるとかいいよね。うん、なんかみんなの写真の統一感もないじゃん今。うんうん、あ、これはね、だってさ、今日ついさっき私みんなのネット検索してさ、画像を勝手にパクってるか今。勝手にパクったの。さ、マリリンが意外と水着がなかったけどさ、アスニャン全然写真ないんだもん。ない。恋ドラばっかなの。恋ドラってロゴめっちゃ入ってる。全然ないのね。おいおい。なんで、まあこれはね、あくまでこういう例なんですけど、うん、まあこの出演者紹介のページをどんなデザインするかってやつで、うん、統一感って難しいでしょ。例えばこの出演者紹介っていうやつの、うんうん、文字の後ろ側にリンゴのマークを置いてみたりとかしたら、あ、ちょっとは統一されるかも。なるほどね、ここのとこね、うん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 、それもありかもしれない、うん、あ、まあ、もうカメラさんありがとうございます。もうあのめっちゃ映ってて大丈夫ですよ。あ、なんかねちょっと色味が似ててねどこから私の肩なんだろうみたいな、ちょっとねニンニンボーリみたいな人か高さのあるなんでありがとうございます。背景を木の木目調にして写真を額縁にしてみたらどうですか。あ、なるほどね、うん、あ、なんかママリン、ママリン、それ何、それどんなイメージ。上で、ね、上の写真、あの、あ、こういう写真、はい、お借りします。うん、見えますか。ここが鉢で、うんうん、ここになんか葉っぱとか生えてて、このね、例えばあの花の名前が載ってる看板みたいなやつですよね、これね、うん、ここにみんなの写真載せるって感じかな。あの植物感を意識してる感じなるほどね、そっかそっか、確かに、うんうん、それで背景を木目調とかありだね。あまりありがとうございます、うん、あとは私だったら看板をヘッダーにして上に表示してその下にメニューかな。なるほどね、看板ってさどれのこと言うのこれ、真ん中のやつ、真ん中の黒板のことかな。これをヘッダーにすんの。あー、あー、でも結構短いからさバランス的にどうなんだろうね。うん、難しいよね。そしたらこの ATS の黒板を例えば左上に持ってって、で持ってて、ここにメニューを出演者紹介とかいろいろ載っけてって、で下にあの出演者のページとかやった方がいいかな。うん、確かにいいかも。そうだね、それで出演者紹介のとこにリンゴとかだったら可愛いのかな。うん、ありだね。トップの素材、リンゴとか木の幹とか葉っぱとかを各ページの背景に使うのは、そうですよね、それもありだよね。難しいんだよ、でも背景とごちゃごちゃしそうなんだよね。レールのひな型みたいに背景は白で周りを飾りっぽい感じにしてみるのも良いかな。なるほどね、あー、なるほどね、お手紙みたいな感じかな。さすがママリンってマリリンの写真にオンするとママリンになるちょっといい、親子でセンスあるなー、だってこの ATS の、まあ、ロゴみたいな感じで勝手に作っちゃったけど、これを左上に統一させてメニューをその上に置いてヘッダーにして下にメイン画面っていうのが一番いいのかな、うんうん、まあ、分かりやすいかもしれないですね、うん、うんうん、こんなもんかな。そうだね、それがいいかも。出荷されるリンゴの入った木箱に貼られているイメージとか、うーん、あー、どんな感じ？え、津軽とか書いたの？青森とかじゃないの？え、青森とか書いてるんでしょ？そうそう、同じ同じやほとんど。え、リンゴの木箱に貼られてんの？
リンゴの規模あ、そうか、リンゴいっぱい山積みにさせればいいのか、上からはみ出して。あ、かわいいね。うん、かわいい。ちょっと考えてみます。うん、あ、でも できなくない全然。うん、黒板に磁石で貼り付ける感じ。あ、なるほどね、それもありだね。あ、うん、黒板ドーンと大きくするのもありだよね。うん、うん、上の廊下黒板だからどうかなって感じだけどな。うーん、黒板があるので課外授業のような木の机とか椅子とか、かわいいな随分。どうなんだろうね。ちょっとでもさっき言ったのがまとまりはいいよね。うん、ね、あとでちょっとマリリンに絵描いてもらおう、うん、イメージ図。こんな感じかな。ちょっと次回はじゃあ他のページをもうちょっと完成させてみようかなと思いますよ。うん、はい、さあ楽しみが来た。お、どうしようかと思ったの、デザイン。本当皆さんありがとうございます。いっぱいアドバイスいただいて、こうやってねみんなで決めていくのが楽しいので、次回もあのご参加されてる方はこんなデザインじゃないとか、こんな内容載っけてくださいとか、ぜひ教えてください。コメントでもいいですし、いいほわっとあきわろ TV までメールでも大丈夫ですのでお願いします。お願いします。じゃあこのコーナーは終わりとなります。はい、さあエンディングですよ皆さん。おお、早い早いよ、あっという間だよ。うん、でね、今日はなんか皆さん告知はある？告知、うん、あります。お、じゃあマリリンが行くかな。ありがとうありがとう、悪いね。そうね、大事大事。はい、ポチョプラスさんからその写真集の方が発売中なんですけど、うんうん、なんか新しくなったね告知の内容は。本当だ、どうした、リニューアルされたよ。期間中ポチョプラスにて山岸まり公式ファースト写真集のクリスマスバージョン、水着バージョンの2冊をお買い求めいただいた方の中から抽選でマリリン生声収録の目覚まし時計を3名様にプレゼントいたします。おー、いいなー。はい、こちらの締め切りが2月15日までになっております。おー、急がなきゃ、ね。はい、お早めに。ネットバージョンとこちらがネットバージョンになっております。そうか、でもツインってめっちゃ可愛い。うん、可愛い。イベントの物販バージョンはこちらで、はいはい、なっております。いいな、はい。物販バージョンの方にも応募券がついてるので、うんうん、ぜひぜひお願いします。ます。あ、あ、もう一個いいですか。どうぞ。いっぱい言って。時間あるから。3月の19日にアイドルの中身ラストライブでロリパンとして出演します。マジか。うん、はい。あさみちゃんとのユニットで出演するので、こちらの方も来てください。行きますって、ほらお客さんが行きますって。ありがとうございます。ありがとうございます。いいな。中身の中身元気してる？中身元気、今日も会ってきた。あ、本当にラブラブやね。いつも会ってんの。うん、眠るまで耳元で囁いてくれる目覚まさない時計はまだですかだって。全然寝かしてくんない。今夜は寝かさないぞっていうよ。時計が欲しいね、マイリー。考えといて。うん、あららら、ら大丈夫。危ない危ない。マスにはもうじゃあ告知があったら。はい、どうぞ。なんか告知というか、うん、まあなんかあの先週言った通り、2月は11と19かなにあのライブがあるんですけど、詳しくはこのアメーバブログのジャングルジモニごっこを見ていただくといろいろ情報が載ってます。なのでぜひあのアクセスしてみてください。お願いします。まーすヒヒって、かわいいなぁ、おい、うん。終わった後のヒヒって。聞こえました皆さん。皆さん聞こえたかな。マリリンの告知はって。大丈夫、大丈夫ですか。マリリンの告知、マリリンのイベントに来ればママリンに会います。おぉ、間違いない。数字数えてください。アイドルの中身ラストって終わったのかいだって。アイドルの中身もう終わっちゃいましたですって、はい、うん、でもこうやってライブがあるんでぜひ遊びにいらしてください。琴乃からの告知はですね、このあの秋葉 .tv さんで毎回番組が終わった後に行きましょうか。大丈夫だよ。写真をねここで撮ってるんですけど、まあ、これ最初の過去2回なんですけどね、こんな感じで全員で写真を撮るのと、あとソロが1枚ありまして、これをセブンイレブンで買うことができるようになってます。すごいよね、うん、すごい、うん、すごいですよ。でなんと1枚150円でネットプリントサービスとして購入いただけます。うん、予約番号が決まってまして、これを入力するとすぐ買えるようになってるんですけど、私とマリリンも買ったんですけどね、はい、ぜひぜひこれも見てみてください。私のブログでも告知してるので見てみてください、うん、であと最後に、アイドルタイムというあのサイトにですね、私が登録していて、まあ、各時計何分とかによって毎回出る写真も違うんですけど、あれの投票もやってます。で私今ちょっと1位になってますので、ぜひぜひ、ありがとうございます。ぜひ皆さん投票よろしくお願いします。そんな感じですね。メガマウスディスコ長いでしょ。すごい時代だ。マリン明日のご飯は決まってない。いや納豆納豆
いいですね。皆さんも納豆食べて明日も元気に頑張ろう。また来週。